いや、レストランくらい来ましたね。さあ、レストランくらい、お客さん普通に入ってますからね、こんな時間でも。すごいですね。単品にしてチャーハンでもいいですか。あ、単品、ホルモン単品のチャーハン。チャーハン並みとか。いや、でもそれ食ったらやっぱりご飯も欲しくなっちゃうじゃないですか。白ご飯ですね。だったら定食でいいです。定食チャーハンですけど。いや、焼きそば、ちょっと焼きそばにホルモン混ぜて。自分が食べたいものを食べるべきですよね。ですよね。そうなると、はい、焼きそばですね。じゃあどうぞ。わかりました。ご飯ちょっとこれ足りんのかなって感じも。ご飯足りっかな、これ大丈夫かな。おかわりすればいいですか。終わり。味噌汁からいきますか。豆腐のね、うん、なんで酒飲むんですかってみんなすごい嫌がるんで。いや、私も結構全部最初飲んじゃうんですよ。みんなそうって言うんで、今日はねちょっと思考を変えてですね、はい、順番。これはもう最初からニンニクやっぱ混ぜます。で、私は一口だけ普通に食べて、あとはニンニク入れました。うまいね。うまいな、これ。この肉かす、肉かすっぷりがたまんないですよ。そうですね、うまいね。うん、欲しいけどな。入れてないのにこんなもんでしょ。うん、だろう。ちゃいますか。うん、これうまいからって入れるとこれの味になっちゃいますね。本当にもう今回はね、控えめに。してで混ぜて、もうさ、これこれ米足んない。このタンのこれもう食べる前からもう足しちゃいますよ。いいかな、全部入れちゃってもいいんですけど、まあ、これをこうホルモン焼きとか。ちゃお。あ、これ、これや。焼きそばホルモン。これやばいっすね。
当たりでした。これ次来てもまたこれですね。焼きそばのホルモン。はい。あ、じゃあ俺も持ってる。栃木はうまい店ばっかでね。書いてないね、からやばい。生姜混ぜて、レストランくらいは間違いないっすね。やっぱハイマウントまで来たらこれくらい行きたくなっちゃうな。あれも近いですからね。そうなんですよ、ね、大を我慢して中華並みで抑えていって。そうですね、そうなっちゃいますね。中でもいいと思いますよ。
ちそうさまでした。